今回は上半身痩せたい40代50代の男性にぴったりな内容です。年々胸がたるんで腹が出てきて姿勢も悪くなり、周りの人からちょっと痩せたらって言われたことがある人におすすめなエビ反り紹介していきます。今回の動画を毎日行うことで、たるんだ胸が引き締まり、貧弱な腕がたくましくなり、タヌキみたいなお腹がシュッとしてかっこいい体になれます。スマホ顔の前に置いてやっていきましょう。うつ伏せの状態で手をつきます。手の肘を伸ばしながら体をゆっくり反らしていきます。肘を伸ばしながら上半身を反らしてください。胸、二の腕使いながら、まずはお腹伸ばしていきましょう。息吐きながら肘伸ばしていきます。それぞれ皆さんね、体力、筋力違いますから、マイペースでいいです。同じペースでやらなくてもいいですからね。まずはね、一番最後まで頑張ってみることが大事です。頑張れば自信につながって、毎日やる習慣ができればね、痩せてきますから。よーし、オッケー。じゃあ今度は寝た状態で膝を曲げて、足をちょっとだけ浮かしてみましょう。ちょっと喉が浮けばいいです。全然上がらんよっていう人は寝たままでやってみてください。ちょっとでも浮けばいいですよ。腰の筋肉鍛えていきましょう。できる人はね、肘ついたままちょっとだけ浮かしてみてください。浮かんでもね、ちょっとね、力が入ってれば腰と尻、力が入ってますから大丈夫です。やっぱお腹と腰の筋肉バランスが良くないと姿勢が崩れてお腹が出ます。誰でも前かがみになったらね、お腹に肉が集まるんで、そのお腹をね、伸ばしてみたら、よし、 OK。 で今度は足を上げて起きる、こういう感じ。足、お尻、腰を使って足を上げて、手を使って上半身を取る。肘はね、もうできらんぐらいの方がいいです。しっかりね、二の腕、胸鍛えていきましょう。結構これ上半身きついですよね、まあ、男性問わずね、女性ももちろん鍛えたい人にはぴったりです。結構腕が疲れると思います。ペースはね、マイペースでいきましょう。息吐きながら力をね、入れるといいですよ。頑張って鍛えましょう。よーし、 OK。 じゃ今度は肘ついた状態ですね。このまま交互に足をひねっていきます。腰から下をひねります。やっぱ腹部はね、筋肉をひねったりしないと、お腹周りの筋肉ってやっぱりもう脂肪とね、筋膜が癒着してお腹に力が入りにくくなるし、脂肪が硬くね、動かなく取れなくなりますから、ちゃんとしっかりね、こういうひねる運動大事。いよいよその調子です。呼吸を戻しながら体をひねってください。いいよ、よし、 OK。 今度は手をついて肘を曲げたら体を起こす。体を反るっていうよりも腰から下をつけた状態の腕立て伏せやってます。肘はね、斜め下に曲げるイメージです。あんま広がるとね、肩痛めますから、割と脇を締めてちょうどいいぐらいだと思います。これで押す、下に押して鍛える。肘を伸ばすときにね、胸をね、寄せるイメージ。皆さんね、世代的にだっちゅーのっていうね、2人組いましたよね。あんな感じで胸を寄せるんですよ。そしたら胸の垂れ目が縮まります。
いいよ。よっしゃ、今度膝ついた状態で今と一緒、膝ついて肘曲げて起きる、いきましょう。できる範囲でいいです。あんま深くやるとね、起き上がれない人はちょっといいです。初めのうちは少しいいです。とにかくね、使ってない筋肉を使っていくことが大事。上がりも辛い人はゆっくり降りてね、上体反らして上がってみましょう。息を吐きながら、体を上げたらね、こうなっちゃうから、ちゃんとね、お腹力を入れて床を押す、まっすぐになるようにね、床を押す。ゆっくりですよ。はい、オッケー。よっしゃ、ちょっと今度ね、今ね、楽にね、休んでください、手を。ちょっと一回手をね、休めて、うつ伏せになったままね、ちょっと休憩してもいいです。ちょっと手を休めて、この次はね、膝をつけずにやりますから、ちょっと一回手をね、インターバルを置きましょう。肩回したり、寝たままね、少し手を休めてください。今度は普通の腕立て伏せをやっていきます。結構45秒長いんでね、まあ、最後までできなくてもいいです。できる範囲、それをちょっとやってみましょうか。やっぱ男性はね、あの胸がたるむと、あの女性みたいな胸に見えてしまって、やっぱかっこいい体に見えなくなるんで。よっしゃ。で、今度はね、普通通りこのまま手を斜め下に肘曲げて体を起こす、いきましょう。自分のペースでいいです。ゆっくり降りて上がる、できるだけね、体がまっすぐになるように、マイペースでいいです。その時もし難しかったらね、一回降りて普通通り上がって、ゆっくりゆっくり降りるだけでもいいです。それでも鍛えられますから、できる人はね、ゆっくり1、2、1、2、こういう感じで、いいよ。ちょっと余裕がある人はね、体を前に持っていくと負荷がすごい上がります。よーし、オッケー。はい、じゃあ今度はうつ伏せで背泳ぎします。大きく後ろに手を回して戻せ。やっぱりね、体が高い男性すごく多いです。姿勢の崩れでね、お腹の力実は抜けてくるんですよ。背中が丸くなったり、気になるお腹を何回も触ったり、お腹を覗き込んだりすると、どんどん背中が丸くなります。そしたらね、腹筋が弱ってきますから、体をまっすぐにしておくのが大事。気になるお腹を見ないようにする、それだけでもいいと思います。よーし、オッケー。はい、最後楽に座りましょう。体ぐるぐる回してください。楽に座って上半身リセットです。肩上げたり落としたり、ちょっとストレッチをね、加えてください。これ筋トレってね、あの続かない人の多くはクールダウンをしてない、疲れたーで終わるとね、あの嫌な辛い気持ちだけ残って終わっちゃうんですけど、ちゃんとこうやってね、クールダウンしていくと疲れた感覚、疲労感が飛ぶんで、そしたらね、あの疲れたって感覚がなくなって終わりますから、またやる気持ちになってきますんで、クールダウン入れましょう。はい、 OK です。きついのは3日だけ、4日以降は全然余裕でできてきますんで、まずは1週間毎日やってみてください。これ1ヶ月ぐらい習慣になったら、マジで上半身変わってすごい引き締まってきますから、やってみた人はグッドボタンやコメントで教えてください。もう1本ぐらい頑張れそうだよっていう人は、おすすめの動画か関連の動画、どっちか1本頑張ってみて。登録してない人はチャンネル登録もよろしくお願いします。
説明欄には部位別のおすすめコースがたくさん載ってます。自分の好きなのを選んで1週間頑張ってみてください。ご視聴ありがとうございました。